大変ご無沙汰しております。シリスポをお届けいたします。そんなにご無沙汰でもない気します。なんと2日ぶりです、うん、昨日はお休みさせてもらいまして、おとといの長崎での試合をお届けしていきたいと思います、はい、まあ、年に一度のそう長崎での試合で相手バファローズ敗れてはしまったんですよね。ただ悔しさの中にも次につながる胸が熱くなるようなシーンもありました、はい、どうぞ。しっとり長崎の空にかかった2つのレインボ ー夏の終わりを彩るホースこぼれ話スタート。さあ雨が心配されましたが、なんとか開催できたおとといのホークス戦。長崎の空と同じくマウンド上で踏ん張りを見せてくれたのは鷹の横綱大関智久。初回からランナーを背負う苦しいピッチングでしたが、その度に気持ちを乗せた熱いボールでバファローズ打線を技術というよりも心でねじ伏せていきました。たとえ絶体絶命のピンチを迎えても土俵際の粘りこそが大関の真骨頂。バッターからは逃げない熱い気持ちで要所を締めてくれます。7回途中で降板となり、自己最多の8勝目こそお預けとなってしまいましたが、チームを引っ張るという覚悟が見えたがっぷり四つの投球、数字では表すことのできない取り込みとなりました。また2アウト満塁というこちらも絶体絶命のピンチでマウンドに上がったルーキーの好投も光ったんです。ドラフト6位大山亮投手、こんな状況でもどんどんバッターに向かっていって2ストライクと追い込むと、最後はこのボールです。ルーキー離れした肝っ玉、中盤戦リリーフ陣のキーマンになりそうです。そして一方の攻撃陣、長崎日大高校吹奏楽部の応援サウンドが響く中、奮闘したのは熊本城北高校の出身牧原大成。チーム全体で3安打と抑え込まれる中、1人気を吐く2安打マルチヒット。7月8月は打率3割オーバー、好調が続いているんですね。さらに塁に出ればすかさず盗塁と光るその積極性。おとといは大きな黒星の大黒だったんですが、大黒マッキーがもっともっと熱くなれと言わんばかりのいい動き、シャニマハ。さらにあなただけ見つめているのは栗原涼也。やはり秋が近づくにつれて旬を迎えるのがこの男。捉えた当たりはなんと今月6本目、今シーズン第15号ホームラン。夢もロマンも詰め込んで長崎のファンをマロンマロンにする一本。おとといは黒星でしたが、今日は白星を運ぶホワイトモンブランを打ってくれることでしょう。お願いします。最後にこちらのシーン、2アウト満塁から2番手でマウンドに上がった津森投手。しかしここは制球が定まらず、一つのアウトも奪えずに3失点、逆転を許してしまいました。すると非常に珍しい出来事が、ショートから今宮選手がやってきて強い口調で檄を飛ばすような姿がありました。中村晃選手も柳田選手もいない中で、こういった声かけが今できるのは今宮選手だけなのかもしれません。ある意味チームが引き締まる大切な場面だったように感じます。雨降って地固まり、空には虹もかかる。また一つずつチーム一丸となって戦っていきましょう。いや、今宮選手ちょっと珍しいというか、意外な感じにも思いましたね。そうですね、うん、ここまでマウンドの上でっていうところで ね、カエラ君いかがですか。やっぱ普段クールなイメージありますけどね、はい、こういう時にこう劇を飛ばせる、このベテランの姿っていうのを見て、若手も成長していきますし、ここからの優勝争い、ね、さらに力が入っていくんじゃないですかね。今宮選手自身も若手の時涙を流してまた強くなったということもあって、今中村選手そして柳田選手もいない中でチームを引っ張ってくれる、強いからこそ大事な場面だったように思います。もう優勝できるよきっと。ということで順位表を見ていきましょう、うん、はい、マジック19残り試合28、今夜はマリーンズ戦となっています、はい、現在のスコアどうでしょうか。3対0とリードを奪われているような状況ですけども、なんとかここからの逆転勝ち期待してます。ここから